まして、東京2020オリンピック野球日本代表の金メダル獲得を記念して凱旋セレモニーを行います。日本代表選手として出場された広島東洋カープ、菊池選手、鈴木選手、栗林投手、森下投手、阪神タイガース、梅野選手、岩崎投手、青柳投手に登場していただきます。代表選手の栄誉をたたえ花束が贈られます。以上で凱旋セレモニーを終わります。